ダメよ。わかりました。絶対に言いません。ちょっとぎっくり腰やっちゃいまして。なんであのイズムタワーの件、あれ勅使河原に代わって僕が担当します。はい。はい、よろしくお願いします。美和子さんに代わって俺が担当することになったから。ああ、そうなんですか。あ、でね、この前作ってもらったサンプルデッキからさ、金曜までに8個作ってもらえる？え、そんなにですか。あ、無理ならいいよ、別の人に頼むし。いえ、やります。本当？じゃあよろしく。もう終わっていいよ。キャナルの展開図ってまだですよね、うん、俺やりましょうか。ああ、あれ俺やるからいいわ。野宮さん大丈夫ですか。何が。美和子さんいなくなってからずっと泊まり込みで仕事してるじゃないですか。人の心配するの100年早い。お前はな、ちゃんと自分のことだけやってればいいから。あ、できた。はい。え？嘘。何がおかしいんですか。あ、いや、俺ね、8個って言ったんだけど。え？嘘。100個って。最悪。ね、腹減ってない？え？そば食べ行こうよ。俺うまい店知ってるから。いいです。お腹減ってませんか。しちゃった。まああんだけ作ればそりゃ疲れるわ。え？どこまで行くんですか。長野。長野？ふざけないでください。ふざけてないっすよ。すぐ戻ってください。戻れって、ここ高速だし U ターンできないし。高速降りればいいでしょ。なんでそんな怒ってんの。長野まで行くなんて聞いてません。言ってないっすもん。大学の時の夏休みにさ、キッチハイクで旅してね、その時に乗っけてくれたトラックのうんちゃんに教えてもらった蕎麦屋。最初はさ、あの親指立てんのがすんごい恥ずかしくて。親指？そうそうそう、あのほらヒッチハイクってさ、こうやって車止めんじゃん。まあとにかくあれがすんごい恥ずかしくて、中途半端に手挙げてたらさ、タクシーバンバン止まっちゃうの。まあ後にも先にもあんなに怒られたことはないよ。やるならちゃんと親指立てろって。どう？美味しいです。こんな美味しいお蕎麦初めてです。うん、いやそうじゃなくて、まだ食べますかって聞いてるの。まあ何でも量が多めの人だね。はい。ごちそうさまでした。こっちこそ92個も余分に作ってくれてありがとうございました。今度は8個じゃなくて8個って分かりやすくはっきり言ってくださいね。発声練習しとくよ。で、今度さ、本気で陶芸教えてよ。私の指導はかなり厳しいですよ。大丈夫、覚悟しとく。おやすみなさい。あゆみちゃんさ、そのコート返しとこうか。これ前間のじゃん。あいつじゃなきゃダメなの。